はい、3月7日、朝6時20分の相場解説になります。今日は土曜日なんで相場の方はありませんけども、ちょっと今週のね、復習がてらに1時間足から見てみようかと思います。現在の1時間足なんですけども、山はですね、ここだったですね。こちらの方で、FRB の利下げがあった後、緩やかに上昇したんですけども、そこからですね、この100日移動平均線と3本のアリゲーターラインの下降を見てですね、もうこれは売りだと、売りしかないよということで、ズバッと売りが進んで、現在ですね、ここで横ばいに入ったというところです。ですので今回はですね、多くの方がこの辺りから入ってきっちりと利幅を取ったんじゃないかなと思います。80ピップスとかね、取られた方もいて、やっぱこう大ホームラン、満塁ホームランを打ったような感じですよね。で、そんなに取れなかった方も、こういうふうにね、下に下がってるのを見て、で、私の解説も聞けば、やっぱり途中からでも入れたんで、30とか40ピップス取られた方は、かなり多かったみたいですね。本当に喜びの声というか、分かりやすかったと。久保さんの解説を見て、その通りにやったら、本当に取れたみたいなことは、今回ね、久しぶりにまた何回もメールをいただきました。本当に嬉しいなと思います。ただですね、ある方がメールで書かれてましたけども、これを私の相場解説なしにも自分でできるようになっていかないとダメですねっていうことなんですけども、そうなんですよ。でも FX でこういう風な考え方で利益を上げ続けているっていうリアリティは伝わりましたよね。ですので今度はね、すぐに出なくてもいいんで、相場解説またね、見ていただいて、少しずつ少しずつ今回起きた現象を頭に入れて、あ、これがまた来るんだというふうにね、思っていただきたいと思います。これ本当にまた来ますから。というよりも FX って同じパターンがいつも来てるんですよ。ただ分かりにくいだけなんですよ。なんで分かりにくいかっていうと、同じパターンっていうのを頭に記憶してると、あ、これはもしかしてあれなんじゃないかなと思うんですけども、そのこれはもしかしてあれなんじゃないかなって思うデータがあんまり入ってないんですよ。だから FX の学び方の第一段階として暗記っていうのがあるよっていうふうに私は言ってるんですよね。で、暗記をしてないとチャートを見た時に、その今後の波形ですよね、波の動きがなかなか予想できないんですよ。だから難しい、ギャンブルになっちゃいます。じゃあちょっとね、日足を見てみましょうか。ガーガーコールダックちゃんが言いますけどね。はい、これは日足なんですけども、1本が1日です。こういう風に右肩上がりになってきたところと、とんがり帽子みたいに上がってきたところ。で、この形も覚えておいてくださいよ。この形があった時って本当にね、ストーンと落ちるんですよ。逆回転って言うんですけども、少しずつ少しずつ上がってきたのが、本当にね、何ヶ月もかけて上がってきたものが、ほんのですね、2週間とかぐらいでストーンと落ちるわけですよ。同じ水準に来るんですよ、ここに。ね、同じでしょ？不思議ですよね。で、今、105円とかに入ってる、105円の前半ですよ。ともすれば、105円の、今360ですけども、これが105円の190とかね、104円の830とかに行っちゃいそうなんですよ。で、今後なんですけども、ここがかなり髭を出していて強い力点になってます。ですので、一旦ここで収まるのは収まるだろうなっていうのは、以前の解説でも申し上げてましたけどね。この後、反発して、またね、それまでのトレンドの方向に戻っていくことも考えられますけども、ここまで極端な動きをしているとですね、それまでのトレンドを否定されたことにもなる、そういうふうに考えてもいいと思うんですよ。そうなると、改めて N を書くなりなんなりして、104円の方向に行くことも考えられます。これは週が明けてから月曜日、火曜日の動きで判断していきましょう。それから週末の間にですね、今日明日の間に新しいファンダメンタル、例のコロナの問題もあって入ってくるかもしれませんので、ね、そういうことも考えながら、このチャートを見ていきましょう。ただ、あくまでもですね、私はテクニカルで言ってますんで、自分の判断できない、ファンダメンタルで値動きが読めないときっていうのは、それは諦めてます。それがね、だいたい1割ぐらいあると思ってるんですよ。ほとんどはテクニカルで説明がつく。そんな私は相場解説をこれからもやっていこうかと思います。では、一応4時間も見てみましょうか。4時間は、これ私が勝手に名付けたんですけど、スフィンクスってのがありますよね。で、ソーサートップがここにあるんですよね。すべてはこのソーサートップから始まりました。ソーサートップ、そして小さなソーサートップ。その後に組み上げて、ストーンと落ちたわけですよ。そしてこのスフィンクスの下の線に当たるように
N を書いて、さらに N を書いて、ストーンと落ちていったということになります。で、移動平均線はこのように迷いなくどん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 下の方に向かっていきましたね。で、この形もよく覚えておきましょう。ソーサートップの後はどのようになることが多いのかの、そのソーサートップの後の動きでよくあるのがこの動きなんですよ。ソーサートップの後、あら、すいません。ソーサートップの後、ドカーンとね、落ちていく流れっていうのは結構あります。ただし、高値圏でのソーサートップですからね。安値圏でのソーサートップは、今度は逆に上昇に向かう傾向にあると覚えておきましょう。それでは本日の相場解説は以上です。今日の相場解説、何回も見直した方がいいと思いますよ。